いやー、刹那刑事だよ。記憶少女ジエンド。もう、わけはわからなすぎてね。僕ね、攻略サイトを見ましたよ。そしたらいろんな事実がわかりました。攻略サイトを見て最初からやりたいと思うんで、この、確かここのパートが、あの保健室すぐに出て、こういうところみたいな、こういうところで終わったところなんですが、まず昇降口行きますね。昇降口から出られないか確認するっていうのが一番最初の目的なんで、それを達成しに行きます。これはじゃ前回のパートまででやったことなんですけども、おさらいの意味を込めてちょっとやっていきたいと思います。めんどくさいからカットするかもしれんけどね。はい、めんどくさいのでカットしちゃった。俺、前回、てか前はね、前はね、こっからこう右にもうすぐに出ていっきょったんですが、ここなんですよ、問題は。あ、手がある。あと紙がある。で、これ、学校の緑図あるんですよ、ここに。実は。で、これ見たらこんな感じ。ちゃんと書いとんですよ、職員室の場所と3の4の場所。全然違うところ探しとった、職員室。でね、俺、職員室の場所勘違いしとってね、俺が調べよったのは理科室とかその辺りだったらしい。職員室別館の北連の方だった。あ、この近くなん、この近くなん、近くっつうかもう隣、ほぼ隣やんって感じや。隣に職員室あるんじゃ、これやね、ここトイレで、ここが職員室なんですわ。もう片方の扉も調べてみましょう。どんな声だったっけこの人の。はじめさんの声、どんな声でやりよったっけ。ドア付近に、職員室の管理者名が書いている。山本直人。というわけで。で、もう一つの部屋、入り口を調べても影がかかっている、山本直人。職員室の扉は両方とも鍵がかかっているようですね。職員室の鍵を見つけるのが先のようです。っていう感じになるんですよ。だったらもう、なんだろう。前回のパートで、これよね。これ、前回のパートでも拾ったんですけど、ここに3の4の教室、山本直人ってあるじゃないですか。なんで3の4の教室に行くと。そういうわけですよ。3の4の教室はこんな感じで行った先でしたね。ですね、この昇降口の階が、やけん、確かこの階、そのままこの階だったと思う。で、これ、一番右の、ここじゃ、ここの入り口が美術室なんですよ。で、ここが3の4の教室。で、3の4の教室が都合よくラブレーターの場所だったわけですよ。実は。拾いますよ。で、こっち。鍵のある場所は教卓です。先生のところですからね。教卓の収納スペースに何か入って取り出す。こういうことだったんですよ。多分、職員室に行けてないけんさ。教室探し回ったけどさ、何もないわっていうのはさ、職員室のイベントをこなしてなかったけんで、ね、職員室で調べてなかったからですね。それにしても、マップの場所がわからなかったけん、こうなってしまったって感じでした。それをようやく攻略サイトを見て理解できました。こういうわけです。わからんよ。さっきさっき言ってしまう、進んでしまう俺にとってはわからんよ、こんなこと。アミュさん、よくここに職員室の鍵があると分かりましたね。いや、そりゃ攻略サイト見ましたから、はじめさん、攻略サイトさんに聞いたからね。そのひらめき、警察官に向いているかもしれませんよ。カンニングした警察官なんか嫌やな、なんか。カンニングしただけなんやけどな、俺。本当ですか？でも私には夢があるので、お前、アミ。お前、調子乗んな。お前、カンニングしただけやけんな。調子乗んなよ、お前。本当ですかじゃねえよ、お前。それは、どんな？予想タイム。アミが何を目指しているか。アミってさ、男まさりな感じがするで。ってことはさ、F1 ドライバー。AI プログラミング。よったな。だいぶ前に見たのに忘れとった。AI、あかん、いかん、プログラミング。未来の世界の猫型ロボットのようなものを作りたいんです。ドラえもん作ろうとしてるな。4次元ポケットとかできると思うなよ。簡単に作れると思うなよ。AI ですか。私にはよくわかりませんね。でもその夢大切にしてくださいね。というわけで、あ、え、何？読んどる。
4ドルで出してよ。え、誰、少年、ギョギョ、ねえやめてよ、早くここから出して。どうした、え、どうした、少年おる、うん、何今の、なんやねん、もう何も入ってない。そしてなんか落ちとる、何これ、ん、今日のモドヤの冒険、お前の書いたラブレターを3の4に隠した。さあ見つけ出せ、18時までに見つけ出せなければ明日はみんなにさらされてしまう。探せ、探すんだ。お前なんだお前、そこにこの世の全てを置いてきたみたいなさ、そういうゴールドディー、なんだ、ゴールドなんたらロジャーのみたいな、ワンピースのことなの言わせた、メジャーな話なの言わせたけどさ、お前の友達より、友達じゃねえよ、そんなやつ。友達だと思ってられるかよ、モトヤの手紙。モトヤ君をいじめられてるやん。アイテムがどんどん増えていく。いじめられてるやん、完全に。どうすればいいんだろう。あ、そう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 、鍵が手に入ったんやけん、早速行けって話やん。モトヤ君の手紙拾っちゃった。ラブレターだった。そりゃ、はよう、18時までにはよう見つけんかったら、さらされたらたまったもんじゃありません。そういうことだったんや。そういういじめ食らっとったん。また動いた。そうか。動きよったな。動くイベントこなしなかったわ。まあさ、真っ直線にさ、3の4行ったわけやけんな。モトヤ君がいじめられとったわけだ。というわけで、まあ、俺は元役のことなんかどうでもいいので、どうでもいいので、このまま職員室行きたいと思います。セーブしとこう。クイックセーブ。8にしとこうか。確か、職員室こっちでした。こう降りていってからの、あらららら、と感じで、こういこうと。よし。中に何がある？広いな、職員室。こんなもんかな。広っ。問題は職員室。あ、なんか光っとる光っとる。せいやん。なんか千円できた。千円のお札誰だったか忘れた。野口だったかな。え、今ちょっとなんか映った、人映った、気のせい。え、てかなんで千円押しとんこれ。千円の亡霊がおるんやけど。野口さんおるんやけど。鍵かけボード。あ、これじゃ。昇格時の鍵だけない。本当ですね。絶対幽霊のせいですよ。妖怪の仕業みたいな感じで幽霊の仕業って言ったるけんな、俺。もうこのゲームで起きたら心霊現象は全部幽霊の仕業やけんな。妖怪の仕業って言うやつがおるんやけど、幽霊の仕業って言うても。いいだろ。どうして昇格時の鍵だけが。で、全部取っていくんじゃん、このやつ。あれ、取らんのかい。あ、こうちょっとちゃんとカーソル合わせて Z 押さんかったらあかんのじゃ。よし、じゃあ全部取った。セーブセーブ。セービングの魂を、セービングの魂やっとかなあかんな。この幽霊にさ、なんだ、私は何も悪くない、私は生徒の味方、私はお闇になれるいい先生。どうしたお前ら、いじめなんて嘘だ、いじめなんて嘘だって。なんだ、お化けなんてないさみたいなこと言いやがって。保護者や周りの奴らが偽装したんだ。いじめなんかじゃない。私も悪くない、私も悪くない。ピララ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 。まず図書室、一番近い図書室、ここの突き当たり、ここ。よし。図書室ってさ、こういうくらい夜に来たらさ、怖いっすよね。いろいろ怖いっすよね。ああ、誰？僕はあなたのことがずっと前から好きでした。あなたの笑顔、友達じゃれる姿、みんな好きでした。元谷くん、ラブレター図書室で書いたんじゃ。おい、元やー、ラブレター書いてんの見せろよみたいな感じで図書室では暴れられんかんな。辛かった時や、苦しかった時に、あなたのその笑顔が見た時、なぜか涙が 出てきました。なぜ涙が出てきたのか、今でもわかりません。でも、きっと、あなたに憧れていたんだと思います。
僕にできないことをやってみせるから。これからもあなたの笑顔を見せてください。友達と仲良くしてください。僕はそんなあなたを見るのが好きです。そんなあなたが大好きです。こんな手紙、迷惑だと思いましたが書きました。許してください。西条元也より手紙の内容や。あ、書けた。僕の気持ち、弥生ちゃんに伝わるといいな。あいつ弥生ちゃんって言うんだよ。ナムアミダ仏、幽霊見たらもう決めた。幽霊見たらもうさ、ナムアミダ仏って言うけんな、いちいち。元也のラブレターを見つけた。だがこれだけでは面白くない。そこでだ、この机の上にあるものを用意した。これが何だかわかるか。手紙の奮闘なんだ。俺が書いたラブレターだよ、弥生宛てのな。どういうこと。お前も元也と同じようにその女のことを好きなのか。何を言っている。なわけねえだろ。元也のラブレターは偽物だよ。これは元也の名前で弥生の机の中に入れておくんだ。そういうことか。面白そうなこと考えたじゃないか。いじめグループや、いじめグループのやつらじゃ。ナムアミダ仏、よし。これが偽物のラブレター。偽物のラブレター、どんな内容なん。弥生家、呼び捨てやん。いきなり呼び捨てやん。君のことをずっと見てるよ。だってほら、僕たち付き合ってんだもん。君のことが気になって仕方ないよね。だって愛してるんだもん。君が帰るところもずっと見てるよ。君が家に入ってからも窓から君の顔を眺めてるんだ。君の笑ってる顔、悲しい顔、怒ってる顔、みんな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 知ってるよ。他の人が知らない君だけの秘密も知っている。いつも部屋でやってるよね。写真撮っちゃった。愛してるよ弥生、大好きだよ弥生。君好きすぎていつも忘れられない君のことが。今度は僕と一緒に遊びに行こうね。前僕と君で約束してたもんね。絶対行こうね。約束だよ。絶対絶対絶対。愛してる愛してる愛してる。僕的な弥生、西条元也より。変態じゃん。知らない人が見たら変態じゃん。西条元也君はそういうんじゃないよ。ちょっとバカなだけだよ。生阿弥陀仏。なんか言わずにはいられん。よし、もうちょい行こう。もう一つ行こうか。近いところもう一つ行こう。倉庫、ここ上登ってからさっきみたいに突き当たりにぶち当たったところかな。元也くんいじめられとる。てかこれで誤解を受けるパターンのやつやな。今の手紙をあの弥生ちゃんが見てさ。よし、ここや。え、錆びついていてかけがえに通すことができない。絶対あのパターンじゃ。なんかさ、錆がどうのこうの言おったもん、なんか本で。なんか多分それあれじゃわ。何やったっけ。調理室じゃ。調理室行ったら手に入るやつじゃ。調理室行こうって感じになってる。調理室行こうって感じになってますよ、俺の中で。俺の中で調理室行こうムードが漂ってます。というわけで、今回はこの辺で。残念ながら次回に回しますが、その調理室行こうムード。よっしゃ。というわけで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。あー、タイミング良すぎだろ、お前。タイミング良すぎだろ、お前。仕分けって言おうとした時に出てくるな、お前。不意使えた、お前。お前、やるの。天下取れるぞ、お前。ああ、びっくりした。仕分け。